はい、こんにちは、イチローです。今回の企画はあやちゃんが取り付けたドラムをより向上させますよ。何かというと、はい、綺麗につけたね。しかもこれ後ろも上手につけたじゃない。いや、これはなかなか綺麗につけられたと。配線見えないじゃん、えらいな。これね、これ、はい、もちろんこれは取り付けが楽ちん。こうね、こうブスって刺すだけで、はい、楽ちんなんだけど、ただやっぱりこれをやることによってしがらいたソケットが潰れちゃう。まあそうですね、誰でもできるけど、そういう子が使えなくなっちゃうっていうね。で、今度じゃあここに20、30のんってつけたら、 ありますね。またこれはこれでちょっと見た目がね、もっこりもっこりしてくるじゃんだからこれはね、僕的には 12V 直結にしたいんだよね。お、直結にするとどうなりますか、見た目的には。ほら、もう見えない。この電源ケーブルの配線も、もう見えない。この中に、中入れちゃう。せっかく入れたやつを。ね。で、ただこれを見てると、はい、もしかしたらこの中に電圧を変えるものが入ってるかもしれない。おー、なるほど。だから、手軽なのは、これ。電源ソケット。そう。要するに、この子。ここの部分ですね。この子の部分を、はい、これにします。お、これも 12V の電源が流れてるんだよ、はい、だから 12V の電源流れるところにこれをつけて、この中に隠しちゃえってやつや。おー、なるほどね。そうすることでこの電圧変えるものを犠牲にせず、まあ極端な端ここブチー切ってさ、うん、これで 12V つなげたら、はい、多分これ壊れるかな。これ見て、インプットが 12V もしくは 24V、はい、それをアウトプットを 5V に変えてあるの、うん、ね、要するに電圧を下げて送ってるから、ちょん切ってつなげると電圧変わらず 12V が直接こっち来るのでドン。あー、怖っ。だからこれをぶっちぎるのは危ないから、インプット 12V はそのままインプット 12V にして、うん、で 5V になったやつが行くなら OK と。なるほどなるほど。でしかもこれはこうやってやっとるときにもし抜けたりとかするといけないから、うん、ロック機能ついてるやつを買ってきた。こういうのがある。ちょっとやってみようか。こうやってね、ここにこう切り込み入ってるでしょ。もう爪みたいになってますね、うん、で差し込んでから回す。ほら、抜けない。ほら、すごいわこれ。それ逆に、ま、戻すと抜けるんですか。戻すと抜ける。おーおーおー、うん、すごいすごい、うん、だからこれなら中で取れることはないと。そう、だからこれを今から配線を中に入れて、これを 12V を直接つないでカチンって今からやります。はい、じゃあこれどこにつなげるのって話。そうですね、説明します。はいはい。でこれ今ナビついてないから、はい、ナビついてる人は、まあ、このパネルをあちゃーんって取って、でこのボルトを外して、うん、ナビをゴソッと取って、これで 12V の ACC っていうやつにつなげる、はい、ただこれの場合まだナビ取り付ける前だから、これの中で ACC 探すんだ。お、赤じゃないかな。めっちゃコードありますけど、わかんないな。純正の赤は 12V とは限らんでね。あ、そうなんですか。うん、太さを見ればだいたいこの黄色が常時電源で、この黒はアースだっていうのはわかるけど、 ACC はどれかな、この白青かなって適当に組んじゃいけないから、はい、測ります。はいはい、検電器、これ便利です。はいはい、でここどっかこうマイナスつけて、はい、はい、でまずこうやってね、ここが赤く光ると 12V 流れてるの、うん、常時電源必ずあるはずだから、光らない光らない光らない、あ、光った。これ常時電源だ。どれ？オレンジ。オレンジで光らない光らない光らない。
この太い配線は光らなかったな。あ、分かったぞ。太い配線はスピーカーかもしれないな。よし、まあとにかくここオンします。はいはい、これで ACC が流れます。はい、今度はこれはさっき光ったジョージでしょ。あ、隣。おう、行くよ、消すよ。はい、消えた。はい、これだ。つまりこれは、お、赤だった。この赤だが ACC ってことですか。これ ACC だ。じゃあ、あのイルミネーション探します。はい、ライトをスモールにします。はい、スモールで今ライトが点灯してますってなってる。まあちょっとうるさいから電こう閉めるよ。はいはい、あ、これ光った。もう下ですね。じゃあオフにします。はい、おう、オンにします。光った。おうおう、これが純正配線の色でいくと紫がイルミネーション。おお、はい、まあでも今回は、はい、この赤い方につなげます。はい、で赤い方がこれ細いでしょ。細い。これに普通のエレクトロタップっていうのがあるんだけど、かしめると、あ、はいはいはい、接触不良の原因になる。あ、そうなんですか。これがね、一般的なエレクトロタップなんだけど、はい、これをここにつなげるとね、わかるかな、この切れ目のところが結構幅が広いから、はい、ここにあってもずれちゃうとか、ちゃんと噛まなくって接触不良を起こしやすいんですよ。なるほど。これが悪いんじゃないの。太い配線だったら OK、まあ、相性が悪いってことですね。じゃあ細いのとこれだと、うん、そう、細いのと相性が悪い。で今度これよくある白いやつ、これは細いんだ。ここはこれと比べたら一目瞭然でしょ。ああ、本当だ、違う、うん、こういうやつだったら OK、 問題ない、うん、だからこれをはめます。でこうやってはめるときに、はい、まあ、一応 12V これをオンにしなきゃ流れない、要するに電源流れないだけど、はい、まあ極端な話、なんかのあれでここ常時電源流れてるから、ここにこうアース当てながらパチンっていくとバーン爆発。だからバッテリーの端子を一旦取ります。はいはい、バッテリーはあっちなの。これ、はい、このバッテリーね、はい、でこっちがプラス、こっちがマイナス、うん、はい、でマイナスを外します。はいはい、緩めたら取れます、これね。はい、でこれパッと見なんか危ないって感じしない。まあやっぱこうね、バッテリーにつながってるぐらいのものだから危ない感じがしますけど。でよくこれをビニール巻いた方がいいよって思われる人もいると思うんですけど、実はこれマイナスアースっていうのはボディなんです。もともとこのアースはもうここにつながってるの。ああ、本当だ、コードつながってます、ね、そう、だからこれとこれをぶつけても全く問題ない。それってどの車でもですか。こうやってつながっとるやつはどんな車も。うーん、まあ中には珍しくプラスボディアース、プラスアースみたいな、へー、めったにないけどね。そういうのもあるって聞くから、そういうのはいかんけど、危ない方はこうやってカバーになってる。ああ、なるほどな。今の車は。はい。だからこれをここにぶつけても大丈夫になってる。だから、その、これはもう基本的にこのままで。あとは、こういうちょっと空いてるところにこうやってぶら下げとけ。なるほど。これで、全然問題ないです。はい。はい。こうやって、ここにつなげて、今度、これね、ギボシをつけます。これは何かっていうと、うん、このソケットの先端につなげるやつです。うん、で電源を供給する側はこの大きい、これメンタっていうんだけど、これをつなげます。オスだとパチンバーンってなるから、うん、なるほど、配線むき出しになるもんでメンタを使います。これはまずカーム、はい、細いもんで、この一番細いこれでほら綺麗に皮むけるね。そうですね。で次にこれをくるくると手で回します。おお、なるほど、おー、くるくるになってますね、綺麗、うん、で、これをこんなぐらいの感じでこのくるっと回ったところにキュッと挟むような、はい、いくよ。はい、ほら、おお、すごいすごい。ほんならもうこの状態でももう抜けない、うん、
U ターンさせて締めることでこの真ん中の U ターンの中にこれの2つをグッと刺したから、うん、抜けないんです。これもしそのまま U ターンさせずにだと引っこ抜いたら抜ける可能性があるのね。あ、まあ確かに確かに、うん、でさらにこの子の2つでこの配線のど真ん中に命中させるとさらによしです。なるほど。はい、でこれをもう一回細い方でしっかりとギュッギュッと締めておくとより完璧なんです。ここバッチリだね。おお、綺麗ですね。はい、でこれを、うん、こうやっとけばほらパチンパチンってならないよね。そうですね、守られてるんで大丈夫です。はい、守られてるんで大丈夫です。はい、今度はこれをこのようにうん、その中に赤い線を入れて、うん、手からのこれをプッチンと、これで噛みましたね。わかりますか、うん、こんな感じです。お、二股になりました。はい、これでこっちにも電源がいきます。うんうん、じゃあちゃんとできてるかどうか確認。はい、はい、バッテリーつなげました。はい、ここは光るかどうか。はい、いくよ。はい、オッケー。はい、ただねこれ帰ってくるとねペロンって、うん、危ないから。ああ、この閉めた蓋のところですね。これをタイラップで止めます。はいはい、これでバッチリ。うん、これで開かないってことですね。開かない、完璧でございます。はい、でこれで電源の準備はできました。はいはい、で、まあ、もう一回ちょっとバッテリー抜いてきますね。はいはい、次にこれをこの中に通します。あやちゃんこれぐるぐるこう上手に引っ張ってきたよね。引っ張ったけどこっちを残してのこっち入りづらいじゃないですか、でかいから、うん、接続のこっちの方を通したんです。通るかな、そんなでかいの今思ったけど任せなさい、お願いします。僕は誰だと思ってるんですか。一郎社長。そうですじゃんじゃじゃん。おーすごーい。お茶の子さいさいでございます。さすがです。よし、で今度これをはいこうやって右に回して抜けないように。もうロックです ねで今度これをこう奥にこうしまって、うん、中に入れちゃって、うん、でこれを今度この線をつなげるんですよ、うん、さっきのこれと。なるほどね。で一個はアース。あ、それもプラスとマイナスってことですか。そうそうそう、これ白い方がプラスです。で極端な話言うと間にヒューズ入れる方が安心なんだよな。だいたいこういう機器ってこの中にヒューズが入っとんだよね。おお、もうあらかじめ入ってるんですね。うん、だからまああえてヒューズは間にかまさんでも大丈夫だなきっと。で基本ここのこれの奥にもヒューズが入ってるんで、はい、このまま多分いけると思います。これはで長いから、うん、ちょっとこれを奥の邪魔にならんところまで下げた時に届く範囲で長さを決めてここで十分届くんで、はい、この辺で切ります。切っちゃいます、はい、でこういう時にもし例えば間違って 12V 入ってる、うん、これ切ったらどうなると思う。ビリビリ。そう、感電しますか。うん、感電、まあこれを折るもんで感電しないけど、ここはパーンって火花出る。おお、怖っ。うん、火花出るよ。え、いきますよ、みたいな。これあのバッテリー外してあるんで、おまけに ACC 入ってないから大丈夫なんだけど、はい、まあ要はそういうので事故しないようにバッテリーをね、端子を外すということです。なるほど、なるほど。で今度これはオンタです。うん、白い方がプラス、こっちにつなげる、こうやってね。なるほど。で、これがこっち。白い方がオンタ？うん、白い方はオンタ。あ、そういうことか。そう、プラスなんで、はいはい、オンタつなげます。オスですね。はい、オスです。オンタ用のカバーです。はい。同じように配線だけをめくります。で、くるくる回して。で、Uターンさせる。はい、でこれを刺します。はい、これはねお気づきでしょうか、黒い皮の部分までかぶせてます。はい、で先端をこれです。ただこれだと
U ターン引っかからないんで、 U ターン引っかかるとこまでこうちょっと伸ばしてからの、うん、ほら抜けない、うん、でこの配線に噛むように、よし噛んだ、どうだ、おブッスーって刺さっとるよ、ほら、おお綺麗ですね、ね、いい感じで、最初こうしっかりこうやってやっといてからのこうですね、このカバーもつけて OK、 はい、で今度はこれをクワガタ端子つけます、はい、でこのこれね、こういう輪っかゴムの分かるんだけど、はい、これ見た目なんだよな、え見た目がいいからだけ、そのこれは保護の、保護の、はいはい、これはね極端な話、まあ一応こういう風に持ってくるときに、どの道ここが金属だから、はい、いわゆるプラスの配線がここに当たると危ないんですよ、どの道、うん、これでカバー走ったところでこれもカバーされないから、もうもうもう、ただこれをつけた方が見たくれが綺麗ということで、はい、これを入れます、その接続部分の保護的なことではなくってですか、うん、そうよ、全然そういうことじゃない、見た目だけなの、見た目見た目あんなのこれ結構ね硬いんですか、硬いんだわ、へえ。よし抜けない、はい、オッケー、うまくいった、おで、はい、うん、出来上がりました、綺麗ですね、でこれをこっちだね、はい、で邪魔にならないようにこんなこういう感じ、よっしゃ取ったで、こう行くべきか、間に入れるべきか悩むとこだけどな。おいっか。いった。お前たさ、下から刺してよかったな。はい、これでマイナスの方は OK で、プラスの方につなげて。うん、はい、これで電源がつながったと。はい、でこの配線を奥にしまって、はい、邪魔になりませんよ、ほら、おすごいすごい、ほらほらほら、すっきりでしょ、ナビ入れるスペースも確保、おお完璧、はい、これでちゃんとここがつくかやってみましょう、はい、ドキドキだねこれ、うーん、いきますよ、はい、時計回し直しか、あ、分かった分かった、そうかGPS アンテナに行ってないからだ、出てないんで、よし、できたぞ、はい、バッチリでございます、バッチリですね、はい、これ前やね、はい、へ、はい、バッチリだね、綺麗だねこれ、はい、お、前も後ろもいけるじゃんこれ、そうなんです、これ2画面なんですよ、すごいね、はい、後ろです、はい、これドラレコのやつを見たい人は、はい、こっちドラレコ動画ここにピョって出てくるやつね、カードで行ってみてください、はい、であとは動画の一番最後に出てくるリンクにも貼っておきますんで、ぜひチェックしてみてください、はい、お願いします、はい、ほら見てください、おー、ほらないよ、すっきりしとるよ、コードがない、うん、ほらもう何にもコードなくってドラレコ完璧だね、完璧ですね、はい、で次、はい、ETC の取り付けとか、うん、ナビの取り付けもやりますよ、うん、お楽しみに、お楽しみに。